新都市比では、台湾のカレン県出身のプロ野球選手。アミ族の出身。2007年にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約。もともとは当主だったが保守に転向する。2010年には、自国で開催された、アイブフ・インターコンチネンタルカップと公衆、アジア競技大会にチャイニーズ・タイペイ代表として、出場。2011年に、AA 級、アクロン・エアロズに昇格し、 113試合の出場で、打率26、262、リーグ11位の16本類が、オプス、782の成績を残す。2012年は、アクロンで108試合に出場し、この年から主に一類手として起用される。2013年5月に、トリプル A 級、コロンバスクリッパーズに初昇格するが94試合の出場で打率22、223、 旧本類だ、オプス651の成績に終わる。オフの11月には、台湾で開催された、2013ベースボール、チャレンジ日本 VS チャイニーズ台北への、チャイニーズ台北代表に選出された。2014年に自由契約となり、独立リーグアメリカンアソシエーションのウィチタウィングナッツで6試合プレー、した後、この年から発足した、台湾のポップコーンリーグでプレー。 6月に中華職業棒玉大連盟全球団からドラフト1位指名を受け、ダマゴモンキーズに入団。2015年9月30日に 2015WBSC プレミア12チャイニーズ台北代表に選出されたことが発表された。2016年開幕前の1月29日にサムライジャパン強化試合日本 vs チャイニーズ台北の チャイニーズ台北代表27名に選出されたことが発表された。3月3日に怪我のため辞退したことが発表された。2017年は台湾シリーズで7打席連続安打をマークするなど打率714、4打点を記録し同シリーズの最優秀選手に選ばれた。2018年は104試合に出場しリーグ最高の打率。 375をマークし、首位打者に輝いた。また最優秀選手、ベストナインも受賞した。台湾シリーズでは打率、511アンダーを記録し2年連続となる、同シリーズの最優秀選手に輝いた。オフには、エネオス侍ジャパンシリーズ2018の、チャイニーズ台北代表に選出され、3番、一塁手で、出場し、高梨雄平から、 ホームランを放った。2019年はシーズンオフに 2019WBSC プレミア12チャイニーズ台北代表に選出された。同大会の韓国戦では7回表にダメ押しとなる3ランホームランを放った。2021年は3月17日の統一、ライオンズ戦で足を痛め、同月19日に2軍へ降格した。4月7日に1軍復帰を果たした。 上半期はリーグ唯一の打率4割超えで終えた。2015年からの極端な打光統計を是正された2021年シーズンに2021年9月7日、現在、賃の打率が4割以上に維持されていることはリーグ平均打率が3割ぐらいになってないシーズンの CPBL 野球史上には非常に稀の異業である。ありがとうございます。